伝えることが命、伝えることが魂、私には声それぞれ何か授かったわけがある。人はみんな役目を持って果たすため生まれてきたの。誰かのために頑張る姿をさらけ出して生きてゆくのよ。なぜこんなにも生きてることは愛おしいの。生きてるってことなの。小さな花も誰かの心を癒したでしょう。怖いことはこの存在自体を忘れ去られてしまうことなの。今